旦過市場の周辺ではアーケードの屋根の部分が取り外されています。小倉北区にある旦過市場の北側では瓦礫を撤去するために使う建設機械やダンプカーなどの出入り口を確保するためアーケードの屋根の一部を取り外す作業が行われました。旦過市場一帯は今年4月の大規模な火災によって飲食店など42軒が焼け多くの店が営業に支障が出ました。瓦礫の撤去作業にあたる業者によると現場には1000トン以上の瓦礫があるとみられていて作業は今年の8月13日に完了する予定です。早く安全なですね、旦過地区を取り戻して、1日も早く、お店がまた立ち並んでにぎわいを取り戻せるように、努力していきたいと思います。瓦礫の撤去費用はおよそ4000万円に上る見込みで地元の商業団体がクラウドファンディングで集めた5500万円を超える資金で賄われる予定です。